一つなんですね。ですから今のオードリー千田選手のいい思い出になったんじゃないでしょうかね。ザ・ラテン部門決勝戦前半、最後は玉木組です。もうこの玉木組はダイナミックな演技で定評がありますが、もう常連ですよね。そうですね、あのファイナリストのもう常連となりつつあるカップルですね。このカップルはですね、僕思いますのに大変リズミカルなハッピーダンサーだと思うんですよね。ですから自分のその個性っていうのをよく知って、これからの踊りにプラスにしてもらいたいんですよね。松村さん、コスチュームをご覧になっていかがですか？そうですね、さっきの桑原組とはまた違った、やっぱ非常に個性的ですね。ダンスとジャズとのこう組み合わせっていうのは、去年はこうスパニッシュの感じで出てきましたけどね、全く違う。僕はこの衣装の方が彼らに合ってると思いますよ。好きですか？はい。それでは玉木組演技の方をご覧いただきます。終了いたしました。先ほど石原さんがおっしゃいました通り、大変に個性豊かな演技だったと思います。さあ得点の発表です。技術点が出ました。そして下のブルーは芸術点です。98点があります。石原さん、いかがでしたか？いろいろな意味でこの大会に挑戦するいい役だと思いますね。ラテン部門決勝前半3組が終了いたしました。
精一杯踊れましたか？いや、自分でもちょっと失敗したんで納得いかないんですけど。もう一回やりたいです。でも素晴らしい得点でしたけど。それはどうもありがとうございます。ありがとうございました。精一杯一応やりました。頑張りました。